なんだこりゃ。なんだこりゃ。あれればいいんでしょうけど。なんだ。なんで？あおり？カタツムリだ。カタツムリ。カタツムリこれ。ほらこれなんかさこっちのこれさ茶色だらけになってる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここ。ここ。あとここ。ここ。お風呂はね、こちらです。お風呂はちょっとね、ちょっとせ不便なんですよ。大丈夫だよ。家はちょうど20キロ圏内の原発の20キロ圏内にはの一番端の辺かな、うん、ほんで避難してるんです。道路がすごい渋滞してたんですよ。だから地震でみんな帰れないのかなと思ったら、それは多分もうね避難で逃げていた方だったと思うんですけど、それで私たちもある程度ね、すぐ逃げれるようにというか荷物はある程度まとめていて、で13日にそういう避難してくださいっていうのがあって、それで避難しました。近くの中学校の体育館に、ね、4キロも離れてないよね、うん、すぐ近くの体育館です、うん、それを避難4キロ離れてないの避難は どんな意味ですか。どうして、あ20キロ圏内から外れるっていうだけのこと、それだけ。だから距離は大して変わってないんですけど体育館で避難中に今度爆発したよっていうことは聞きましたけど、あの原発の映像とか何にもほら映ってないし、ましてね政府からの何にも情報もないですから、ただここにいて大丈夫かなとか、そのうち避難所もみんな一人一人だんだんいなくなってくるのね。ほんではやっぱり不安になってきて、じゃあ福島に違うの、だからそれが一番辛かったわね、みんなバラバラだから。自主避難だった。そうで原発は絶対安心安心安全だって言われてましたからね、絶対大丈夫だ、ね、みんなどこのお家も草がやっぱりいっぱい。だからあの場所が越えると、やっぱり人がいないっていう空気があるよね、あの看板出てたとこね、あそこからもう全然違うのね。全然違うよね、空気が。でもうち何にも壊れてないんだもんね。その悩み。このままこのまま靴でいい、靴でいいです。もうこのままこのまま、わあすごい、こんなもう、何かカビ、キノコでも出そうな感じになってる。カビ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 、これをかぶって、これを履いて、こんな、こうやこんなやつね、して、この上にこれをこうやって
入ってたの、前まではこれを入って。今日やっぱり特別でね、そのまま履いてくれても大丈夫って言われる、うん、ねえ、不思議だよね。先月までこれ着てね、入って何にもしないで今日から普通で自由で着ていいよって言われて、占領権も持たせられない、ねえ、無線機もない何もなくなるのよ急に。ねえ、どうして理由を出されたんですか、どうして急に入るってことなん、あの政府の方で国でもう解除することに決めたでしょ。で、私たちはそんな要望してなかったんですよ。別にここに来ても何にもできないんだから。でも市長さんによると、みんながご自由に出入りしたいっていう要望も多かったのでっておっしゃってましたけど、でも私たちはそんな要望した覚えもないですよできれば解除してほしくないです、まだ。だから昨日母なんかはもうね、ここから出ていきたいって言ってましたけど、うん、まあ母はね、お嫁に来た人間なんでやっぱり、うん、あれでしょうけど、私たちはやっぱりここで生まれて育ったわけだから、やっぱりここがなくなるっていうのは、うん、すごく寂しい。そうだよ、ね、うん、津波で家を失った方とか家族を失った方ももっともっと辛いんでしょうけど、うん、こんなに形として残ってるうちに戻ってこれないっていうのは、うん、本当何ら変わりないもんね、多分ね。本当ですね、あんな事故がなければ子供たちも外で自転車に乗ったりとか、ね、うん、帰り好きだったね、本当ね。そうなんです、だからもうあんな畑の方に行って、うん、うん、遊んだりとか、もうのびのびして遊んでたので、うん、それがもうできなくなっちゃう、うん。私たちの生活があんまり豊かになりすぎたかなと思いますね。そうするとこんな原発なんかそんないっぱい作らなくてもよかったんじゃないかしらっていう思いは